ルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、まだ梅雨が明けてはないんですけど、こっちはただそれでもですね、間晴れた日の日差しってすごい強くて、気温もね、もうめちゃくちゃ暑いんですよ。で、車乗ってる時にカーナビを操作することがあると思うんですよ。まあ運転中は危ないからですね、止まってる時とか、他の人に触ってもらった方がいいと思うんですけど、まあ音楽聴いたりとかですね、するんですけど、日差しがですね入ってきて画面が見えにくい時があるんですよ。あのいくら音声ナビだったら音声でこうね指示されても、やっぱなんかこう目で見てっていうのがあるじゃないですか、が見えにくいんですよ。で、まあこう車止めてちょっと駐車場とかでテレビちょこっと見ようかなと思った時も、場所によってはやっぱり日が当たって見えづらくなります。だいたい皆さんの車もこんな感じにナビが収まってると思うんですけどね、もうそのまんまの状態なので日がこう当たった時が結構見づらくなります。純正でも今ここに屋根がついてて、それを防ぐやつも売ってはあるんですよね。とかカーショップとかに行って見ると同じような感じなのが売ってあります。カラー段ボールですね、これをさっきのナビのサイズに切って隙間にこう挟めてみようかと思います。ダイソーに売ってありました。今回はさっきも見せたこっちですね、このカラー段ボールで俺は作ってみようかと思います。うまくできるかな。切れた。ちょっと見た目悪いけどできましたよ。ほら、ね、もうちょっとこっちの後ろを少し切っていきたいと思います。よし、ちょっと失敗したけどまあいっか。さあ、じゃあこれではめてみたいと思います。なんか左右の長さが違うぞ。もうちょっとか調整してもいいですね、これは。やっぱ上からシールかなんか貼った方が良さそうですね。見た目がちょっと汚い。でもどうですかね、これで少しは変わるんじゃないかな。さあ、今運転席側からなんですけど、もう見た目が悪いのはなしにして、多分だいぶ変わったんじゃないかなと思います。ちょうど今ここに日が当たってるので、まあその分でここは完全に見えるようになりました。
さあ、もう少し調整をしましょう。さあ、じゃあ取り付けてみましょう。バージョン 1.02 かな。はい、こんな感じで光が当たってちょっと見えづらくなってます。ここにさあ作ったこれ、調整までしたこれ、ちょっと見た目が綺麗になったこれをはめていきたいと思います。さあどうでしょうか。さっきに比べたら全部じゃないんですけど、まあこの部分に関しては、これができたことによって暗くなったので見やすくなりました。ただまだこの下ですね、下が残ってますね。これどうするんだろう。ここキラの方が良かったかな。でも、これだけでもいいかな。だいぶ違うかなとは思います。そして、切ったりしたので、両サイドの長さもある程度一緒になりました。はめ込んだ箇所も、内側にもう一枚、段ボールを合わせてた分だけしか見えないので、結構すっまとまったかなと思います。ここだけですね、気になるのは。はい、こんな感じになりました。ちょっと見た目悪いところがあるけど、だいぶこれで変わるんじゃないんでしょうか。さっきこれをやってた時間から数時間経ってますので、太陽の向きも変わってます。なのではっきりとしたあれは言えませんけど、内容劣化はマシな状態にはなったと思います。はい、ということでですね、今日はカーナビに、なんだこれは、屋根をつけた、違うな、日よけだ、日よけをつけるでした。日よけです。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。